武藤右打ち。横須賀市立大津中学校時代に、軟式クラブチームの横須賀スターズへ所属。横浜総学館高校への進学後は、阪神甲子園球場での全国大会と、無縁であった。それでも、最速で、時速140キロメートル強のストレートと、多彩な変化球を投げられることから、3年時の2004年には、 枠井秀明などとともに NPB ドラフト会議の上位指名候補に挙げられた。当時の同級生に坂田亮がいる。2004年のドラフト会議で福岡大英ホークスから30人目で指名。契約金6000万円、年俸720万円という条件で入団した。将来のエース候補として期待されたことから、入団当初の背番号は24。なお、 翌く2005年1月24日に、球団の経営権が、大英からソフトバンクに譲渡されたことから、福岡ソフトバンクホークスの一期生にも当たる。2005年には、ウエスタンリーグ公式戦18試合に登板。2勝3敗、防御率7.23を記録した。2006年には、春季キャンプの直後に開かれた JX エネオスとの練習試合で、 当自動チームに在籍していた同い年の田沢、順一と先発で投げ合った。しかし、シーズン中は、ウエスタンリーグ公式戦で2試合に、登板しただけだった。2007年にも、同リーグ12試合の登板で、1勝5敗、防御率4.06という成績にとどまった。2008年には、ウエスタンリーグの最終規定投球回に、初めて到達。鶴直と、 佐藤光と同数ながらリーグの最多勝利を記録したものの防御率は佐藤鶴に次ぐリーグ3位だった8月2日に山形座王高宮ホテルズスタジアムで模様されたフレッシュオールスターゲームにも同リーグ選抜チームの一員として初めて登板したが一軍への昇格までには至らなかった2009年には 前年に続いて、ウエスタンリーグの最終規定投球回に到達。5勝を挙げた一方で、リーグ最多の11敗を喫したほか、防御率も到達者9人中8位だった。2010年から、背番号を64に変更。ウエスタンリーグ公式戦では、主に9円で27試合に登板すると、防御率4.97ながら1勝4敗3セーブを記録した。 4月28日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦9回表に入団6年目で初めて一軍公式戦に登板したがシーズン通算では2試合の登板にとどまった2011年にはウエスタンリーグ公式戦20試合の登板で2勝1敗防御率2.93と高騰しかし一軍公式戦への登板機会がないまま10月9日に 球団から戦力外通告を受けた。これに対して、高橋は、他球団での現役続行を模索。12球団合同トライアウトに参加したが、NPB 他球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らなかった。2012年2月には、アリゾナ州の教育リーグへ単身で参加。しかし、右肩痛を発症したことをきっかけに、現役からの引退を決意した。 ソフトバンク球団からの紹介を経て、2012年からソフトバンクモバイルに勤務。当時すでに結婚していたことから、妻の実家に近い名古屋支社の営業部員として、家電量販店での店頭販売業務に従事した。ソフトバンクグループ内での球団職員公募へ応じたことを機に、2015年12月1日付で球団に復帰。復帰後は、 事業統括本部営業本部第2営業部2課の職員として福岡ヤフオク、ドーム年間指定席の法人向け販売業務に携わっている。ありがとうございます。